さあどうも皆さんおはようございます。ポケモンやってますか？ポケモンやりすぎておりませんか？大丈夫でしょうか？いや自分はねポケモン結構やっちゃってるわ。そういったところでかなり久しぶりにあつ森を起動したわけですが、ただね今あつ森がとんでもないことになってるみたい。まあそういったところでちょっといろいろ話していきたい内容がですねございますので、ぜひ動画を最後まで見ていただければと思います。では早速内容に入っていきましょうか。おお、静江さん。サンクスギビングデーどうだった？そうなんだよな。サンクスギビングデーが確か11月の24にあったんだっけ？そうそうそう。で、気づけば今日ね、11月の最終日か。うわ、やば。ちょっと記憶飛んでるな。ポケモンやりすぎて。なるほどね。で、明日から12月っていうことか。うわ、マジかよ。え？ちょっと待って、全然実感湧かないんだけど、マジで言ってる。やば。お、そして静江さんどうした？はいはいはい。浜辺で倒れている人を見かけたけど、どうしたらいいかというものだったのですが。うん、なるほどね。了解でございます。はいはいはい。いやーけど、最高ですね。ポケモン。ポケモンマジで最高だわ。めっちゃやってるね。ただちょっとあつ森もですね、緊急復帰っていうことでちょっとやっていければなと思ってます。そしてもしあつ森が好きだぜっていう方は、高評価、ポチッと押していただけると幸いですね。このタイミングで押していただけると非常に嬉しいのでよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いしますね。さあそういったところで話していきたいわけなんですが、まずこちらからちょっと話していきましょうか。ちょっといくつかトピックスがあるんだけど、これですね。で、これに関しては、11月の29かなに、公式から発信された内容なんだけど、伊藤園の多いお茶ありますよね。まあ、非常に有名かと思います。てか、いつの間にさ、これ600になったの？全然なんかペットボトルの小さいお茶飲まないからわからないんだけどさ、500じゃなかった ?600 に増えてんの？最近のお茶って。なんかさ、いろいろな飲み物が量減ってってるじゃん。なんか一昔前だとミルクティーがね減ったりとか、なんか様々な飲み物が減ってるイメージがあったんだけど、逆にお茶は増えてんだね。で、あつ森のペットボトルカバー全6種類がついたキャンペーンが11月の29火曜日より実施されます。ってことは昨日からか。で、数量限定で全国のコンビニエンスストアで取り扱いがございますと。景品がなくなり次第終了というところで、これなんかざっくりすぎじゃない？これセブンイレブンとローソンのファミマあるじゃん。ちょっと誰でもいいんだけどさ、東京近辺でこれ売ってるところ誰か教えてください。どこでもいいんで、ここら辺の地域にありましたよみたいな。これさ、どうなんすかね、人気なのかな。けど俺の予想なんだけどさ、さすがに全てのコンビニが取り扱うとは思えないからさ、一部って書かれてるけど逆に一部しか取り扱わないみたいな感じじゃないの？俺的にはそんな感じがするんだけど、どうなんだろうね。そうなんだ。けど、これはかなりお買い得じゃないか。だってこんなんさ、店で買おうと思ったら、300円では買えないか、500円とか1000円とかすんじゃないの。で、それがボトルカバーついてくんでしょ？これ買うだけで。やばいっすね。まあ、どれぐらいのクオリティかわからないけどさ、パッと見だと。けどまあ、買いではないかなっていうところですね。全6種類っていうことはさ、1000円出せばコンプリートできるっていうことか。まあ、ペットボトルって結構持ち歩くからね。それを考えると、まあ、ありっちゃありなのか。はいはいはい。ただ、景品がなくなり次第って書かれているので、まあ、どれぐらいその残るのかわからないけど、ただ欲しいんであればこれ早めに行かないと、多分すぐ売り切れんじゃないかな。どうなんだろう。いや、全く予想つかないな。けどなんかこういうキャンペーンでさ、めっちゃ久しぶりですよね。で、あとは、おい、これだよね。たぬき商店では本日からブラックフライデー。そうなんだよ。アマゾンでもブラックフライデー行われておりまして、アマゾンの場合は12月1日までかな。ブラックフライデーでございまして、めちゃくちゃ安くなってるよね。やばくない？日用品がね、20% オフとか。あとね、コントローラーかな。純正のプロコンとかではないんだけど、スイッチのコントローラーとかも 20% オフとか。ただ SD カードもね、20% オフ。俺ね、256GB 買ったわ。で、他にもね、いろいろな機材が安くなっていたりとか、マジでお買い得だからね。で、アマゾンの場合は、明日までかな、多分安くなってると思うので、まあ、ぜひですね、コメント欄の方にリンク貼っとくので、そちらから見ていただければと思います。個人的におすすめとしましては、食品系かな。
特にそのペットボトルのお茶とかなんかいろいろあるじゃん。あれね、71円とかで確か買えたと思う。めっちゃ安くなってるよ。まあ、ぶっちゃけなんか2リットルとか 1.5 リットルとかと比較するとやっぱり600とか500の方が飲みやすいですよね。で、それで500、600ぐらいが、70円とか80円とかで1個あたり売ってるし、で、あとジェニーパックご飯がめちゃくちゃ安くて、アイリス大山だっけな、180g のパックご飯が1個あたり、70から80円ぐらいじゃなかったっけな。確かそんぐらいで売ってましたね。で、それを例えばその50個セットとか100個セットとかで買って、まあ合計7000円とか5000円とか、確かそんぐらいかな。まあお買い得ではあると思うよ。うん。まあそんな感じか。いやけどブラックフライデーはね、本当に安くなってるわ。あとアパレル系も安いよね。はい、まあそんな感じで、あとはまあサンクスギビング、冒頭で取り上げたんだけど、こちらもすでに終了しておりますね。なのでまた来年よろしくお願いいたしますと。まあそんな感じか。いやけどサンクスギビングではね、そんなに変わってなかったね。うん、去年一昨年とそんなに変わってなかった記憶があるわ。でまあ他には、あ、まあなんかまあいろいろあるな。はい、まあちょっとね、そこについては別途ですね取り上げていきましょうっていうことで、まあそんな感じかな。いやーけど、あつ森くんもね、もう発売してから結構時間が経ちましたよ。それそれそれ。まあ、結構時間経ったからね。なんかあまり実感湧かないけどさ。最近ポケモンやってるから、なんか記憶がさ、ポケモンに取られておりますが、ただあつ森もやっていきますよ。うん。おしゃべりしてくれ。また微妙に眠くて目がしょぼしょぼする。俺も眠いわ。ちょっと今起きたところなんだよね。ちょっと寝起きで撮ってるわ。ブラックフライデーか。けどブラックフライデーはね、本当にお買い得ですからね。例えば年末セールとかあるじゃん。おお、セールって書かれてるわ。このブラックフライデーはね、去年大型アップデートが11月4日にあったと思うんだよね。で、その大型アップデートのタイミングで確かね、追加されましたよね。そう、それなんすよ。はい、11月30日まで。ってことで今日までやんけ。30% オフか。これ結構お買い得ではありますよね。30% オフよ、30% オフ。超お買い得よ。例えば、1万円のものが売ってるとしたら7000円で購入できるからね。で、これはなんぼだ？値段が？うおー、安っ！めちゃくちゃ安く感じるね。さすがサンクスギビングじゃねえわ。ブラックフライデーか。で、楽天のブラックフライデーは確かもう終わってんだっけ？そう、ブラックフライデーね、各地で行われておりますが、もうね、終わりですからね。だからまあ今日で終わるところが大体じゃないかな。なのでどうしてもなんか欲しいものがあるとかさ、買い逃しがあるとか、ね、今日中に見ておいた方がいいのかなっていうところ。じゃないと絶対損するからね。はい、まあそういった形でございます。おい、フランソワ、お前ブラックフライデーで何買ったんだ？どうで皆さんブラックフライデーで何買いましたか？よければコメント欄にコメントお願いします。ブラックフライデーか。けどなんかタオルとかもね、確か安くで売ってたよね。なんか今安くで売ってるかわかんないけどさ。あとはタブレット系とか、あと iPad か。iPad の第9世代。あれね、確か 44,800 円で売ってるんですよ。だって Apple Watch もね、確か初日安かったかな。今わかんないけどさ。そう、比較的安くで売ってるからさ、欲しいぜっていう方は今のうちに購入するのがいいかもしれませんね。それなんだよな。今このタイミングしかないでしょって感じですからね。さあ、ということで、広場にやってきたでござるよ。なんか今日はよく会う気がするな。そうかな？気のせいじゃない？俺はちょっと忙しいけどね。この後ポケモンやるわ。ポケモンか。けど、なんかあつ森さ、一時期、なんかポケモンであったりとか、スプラとコラボあるんじゃないかっていう話がございましたが、ただ結局、なかったよね。結局なかったよね。いやまあ、まだ時期尚早ではあるけどね。まあ、年明けとかにワンチャンあるかもしんないけどさ。ただ現状そういった噂も全く飛び交ってない状況なんで、ちょっと懸念はしておりますね。いや、果たしてどうなんでしょうか。ポケモンコラボか。けど、ポケモンコラボってさ、絶対盛り上がるよね。そうそうそう。あとスプラコラボとか、なんでないんだろう。ねえ、お前らなんでなんだ。ポケモンコラボとかさ、あったら絶対盛り上がるよね。なんか間違いなく注目浴びるわけだからさ、なんでやらねえんだろうって感じなんだけど、まあ、サンリオとかマリオとかやるんだったらさ、まだなんかポケモンとかスプラの方が親和性がありそうな感じがするんだけど、どうなんでしょうか。ただやっぱりあつ森もさ、だいぶ沈静化してるから、まあ、それを考えると起爆剤としてはいい気がするんですけどね、どうなんでしょうか。まあそこは任天堂の判断みたいな感じでしょうかね。
いやーけど、あつ森くんも、なんだかんだでイベントがこっそりと行われてるからな。ブラックフライデーとか、そういえばあったな、みたいな感じなんだけど。いや、懐かしいね。そう、去年追加されたからな。っていうか、大型アップデートからもう今月で約1年か。やばいっすね。約1年ですよ、約1年。なんか俺の中では、なんかもっと昔に実装された感じがするんだけどさ、そうではないんですよね。おい、クリスチーンどうした？アラペコチーク何作ってるか気になる？いや、気になるよ。当たり前じゃねえか。キノコのサラダ作ってるとこか。お料理番組で紹介されてたのを大量にアレンジしてみたくって。なるほどね。このレシピが欲しいんでしょう。このレシピか。わあ、ありがとうございます。ありがとう。シェフクリスチンの気まぐれ風キノコサラダ。そうなんだ。はい。まあそういった形でございますね。では今日の動画一旦終わりましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもあつ森動画見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらくあつ森やってる方であればチャンネル登録しておいて損はないかと思いますので、ぜひ気軽にお願いしますね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃのー。